この広告めっちゃムカつくんだけど、なんか。何これ、 I love。 何これ、スプライトかな、これ。 I like スプライト。危な、363の足飛ばすとこだったわ。今回ちょっとね、怖い。あー、むずいわこれ。ちょっとカッコつけてマークスマンライフル持ってきました。で、前回ですね、ここにね飛行機があって、なんとか見つけたんで、これでねリバティシティまで行けるんじゃないかなと思うんだけど、だけどエンジンがかからないと。エンジンリペアキットを今回は探すために出たいと思います。前回この363が使ってたナックルダスター、ちょっと僕も使ってみようかなと思って、ちょっと試しに使ってみたんだけど、めっちゃ強いっていうね。あのゾンビが2発で倒せるという半端じゃない威力。あ。あ、オッケー。うまいことね、頭に当てたら2発で倒せるんだよね。よし、じゃあちょっと僕も行こう。置いていかれそうになった。危ない危ない危ない。出発。これなんかありそうだね、絶対。なんかありそうな感じが。不自然。すごい不自然。ここだけ。怪しいね、ほんと。これ食べれる草じゃないよね。お米みたいな感じだ。多分無理だった、ね。早速、手厚い歓迎が。多分見つからないとこのシリーズ永遠に終わんないっていう。確かに。これ見つかるまでやらないといけないから。お、改札口だ。そっちの方はなんかありそう？いや、特にないなぁ。地下鉄って言ったらなんかセーフハウスとか建てそうなイメージがあるけど。そうだね。こっちも上。特にはないなぁ。とりあえず地上に出よう。もう暗いだけで何もねえよ、明日。ああ、そうか、電気通ってないのか。だから真っ暗だったのか。うわぁ、なんかすごい服装の人いた。え、なんなのこの人。すごい。すごい服装だこれ。ちょっと363も見た方がいいんじゃない？なんだこの、なんだこれ。処刑、処刑してしまった。後ろにレスターいる、また。処刑。レスター毎回出てない？なんか。なんか出演したがるね、結構。そうだね。オッケー、取ってこよう。なんだこれ、オレンジジュースパックって書いてある。あー、飲み物か。なんか363さ、あのゾンビにめっちゃ追われてるよ。うん、ゾンビがめっちゃ追ってきてる。もう逃げて。で、ある程度溜まったら。うわー、もう向こうまで続いてる。すごいことになったな。何も落とさねえな、本当に。本当に食料ねえな。食料ないね、本当に。さあ、そろそろ行きますか、移動するか。なんもねえ、ここ。なんもなさすぎでしょ。まあ、一応、ヘリ乗って上から見てみるか。うん、全体図っていうか。そうだね。全体見ていこう。あ、ほんとだ、見えた。うわ、結構遠いところに置いてたんだ。あ、またなんかレスターいる。なんなの、ここ。レスター大量発生してた。え、なんか死んだ。あ、死んだ。理由がわからない、死んだ理由が。殴るのが一番いいや、これやっぱり。ハンドガン持って殴るのが一番いいよ。一番強い。結局近距離が一番いい。あ、また集まってきた。なんなのこれ、もう。あーお。僕も降ろされた。いやー、これ結構難しいな。オッケー、大丈夫。乗れそうかな。あ、降ろされそう。大丈夫。オッケーオッケーオッケー。いけたね。危ねー。もう、乗るのに一苦労っていうね、これ。いやー、危なかった。なんとか。ここにね、かなり森が広がってるんだけど、ここから SOS 信号が発信されていたので、ちょっと探索してみよう。うわ、かなり森だな、これは。そうだね。お、すげー、出たぞ。森の中入ってきた。でも警察署にある無線にはなんか SOS 信号が入ったっていう。そうだね、ここら辺から入ってたんだけどね。いや、これはもういないでしょ。え、これまさかゾンビ、ゾンビ、え、これ人間かこれ。なんかゾンビっぽい感じ。あー、ゾンビかこれ。
なんかすげえ綺麗な人だったんですけど、全然ゾンビに見えない、うん、これゾンビじゃないんじゃないこれ普通に、あ、だ、あとまさか生存者か、君は生存者、なんか殴ってくるえ、だってなんかゾンビって出血してるじゃん。ああ。なんか全然出血してないんですけど、だってあんな風に出血してるのがゾンビだと思うんだけど、え、もしかしてあ、あっちにいるな、ゾンビ。生存者、ここはゾンビだけど、え、君このギャングの人はゾンビじゃないよね多分なのになんか殴ってくるんですけど、君たちか生存者は、これはゾンビか。もうゾンビと生存者の違いがわからないっていう。あ、ギャングの人、あギャングの人がどっか行っちゃった。え、やっぱり生存者、生存者だったのかもしれない。どっか行った。おい、どこに行ったんだ本当に。まさか長年一人で暮らして言葉を忘れたとか。いや、もうわかんないぞ。僕たちが侵入者だと間違ってるのかもしれない。普通に生存者っぽい感じの人二人ぐらい倒してしまったんですけど、なんもないな。ここまで来たけど、ゾンビもなんかわかんない。あ、湧いた。あ、それゾンビか、それ。え、これ生存、もう生存者じゃん。生存者じゃないのこれ。全然汚れてないんだけど。おー、めっちゃ殴ってくる。待ちたまえ、待ちたまえ。どうしたの、どうしたの、どうしたの。僕も生存者だぞ。でも汚れてないね。汚れてないよね。これ多分生存者だと思うんですけどね。スタンガンで収めよう。落ち着いて、落ち着いて。どうしたんだろうね。どうしたんだろう生存者って感じ。あー、ここは、これはゾンビだね。完全ゾンビだ、ね、これはゾンビ、これはゾンビ。君は生存者でしょ、ほんと。あ、それも生存者だったんじゃん。ちょ、まずいまずいまずい。マジか。今倒したの生存者だよ、多分。やってしまった。これもうダメだ、これ。あー、めっちゃ来てる。なんか落としたぞ。お、落とした？オッケー。あ、エンジンリペアキットを見つけちゃった。え、すごい。すげえ。え、マジで？エンジンリペアキットと書いてある。え、どうやって投下しよう。え、すごい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 。あ、あ、あ、あるね。マジか。待って、どっかで渡したいんだけど。でもここで死んだらダメだよ。ここで死んだらなくなるという。363が持っといた方がいいかもしれない。とりあえずヘリのとこで一旦退却しよう。よし、一回退却しようか、安全のために。やばい、見つけちゃったすごいなやっぱ日頃の行いがいいからですかねそうなのそうなんだすごい、意外とあっさりと見つかったんだけど。やばい、でもなんかもうちょっと大変かなと思ったんだけど。よかった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 。いや、森探索してよかったわ探索っていうか、先っちょの方ちょっと見ただけなんだけど。一回さ、あれだね、エンジン直しに帰ろう。一回戻ろう。エンジン直しに帰って、それでまた探索に来よう。これはいいぞ。よし、直そう直そう。でもこれどうやって直すんだろう。これね、確かエンジンの近くで直せた。うわと思う。危ねえ、僕じゃなくてよかった。危ねえこれ確か死んだらチャラになるよね。そう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 、武器はね、チャラにならないけど、持ち物は全部チャラになるからね。じゃあ使いますよ、うん、さあ記念すべきエンジンが復活する時ですよ。 3,2,1 GO。 お、よし、使った。あ、動く動く動くあ、なんかでも、おお、窓ガラス割れてるね。前の窓ガラス、すげえ風入ってくるなと思ったら窓ガラス割れとるわ大丈夫か大丈夫か大丈夫かな。あんまり高速で飛行するとダメかもしれない。ダメかもしれない。でも動くね、すげえ。よしよしよし。いい感じ、いい感じ。いい感じだ。じゃあ一回ここに置いとこう。もう少し探索してみるか。まあ、探索はあっちのヘリの方で。うん、そうだね。さあ、探索再開といきますかね。行きましょう。んー、なんかこれ、ちょっと待って待って待って。まずいよ。煙出てる。ヘリコプターから煙出てる。うわ、またこれパート1と同じ展開じゃん。え、これやばくない？さすがに。どうしよう。ちょっと修理しようか。うん、引き返した方がいいね、一回。警察署に降りよう。これま警察署に米軍からパクってきたやつがあると思うんで。
オッケー、それで修理しよう。これまずいわ。絶対墜落する。行ったら。すげえ煙出てる。やばいくらい煙出るな。で、こっちの後ろにあったね、森林なんだっけ。あー、やっぱり墜落する。まずい。これ保つのが精一杯なんですけど。ちょっと待って待って。急げ急げ急げ。危ない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 。ちょっと待って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 。これまずい。あ、やばい。うわー。あ、オッケー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 、いい感じ。そっちに降りてくれ、頼む。あー、ダメだ。あ、ダメ。ちょっと待って。やばい。やばい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 。あー、音が。エンジンの出力が上がらない音が。そうそう、オッケー。なんとか。降りたよ。ねえ、ゾンビに制圧されてるんですけど。いつの間にかゾンビがめっちゃいる。ホウさん食べます？これ3つ拾ったんで。食べる食べる。じゃあちょっと食事でもするか。一旦食事を取りましょう。ちょ、ピザ食うぜ、ピザ。ドロップ。オッケー。もらってもらったもらった。いただきまーす。おー、すげーすげー、もう全部回復した。エンジンリペアキットってもうないの？使える。ないです。エンジンリペアキットはもう使い切っちゃった。もうあれで使い切っちゃった？着陸した場所が悪いかもしれない、これ。あの、直しても壊れるっていう。あー、まずい、完全にまずい。この音はまずい。この音はまずい。この音はね、うん、完全にぶっ壊れた。あのエンジンかからなくなっちゃいました。完全に。マジですか。完全にローターぶっ壊した、これ。うわ、すごい煙くせ。うわお、どうしましょう、これ。ほら、これ明らか生存者じゃない？うん、全然血がついてない。なんかちょっと構えてるような気もするけど。うん、そうだよ。あ、これ、こいつはゾンビじゃない、こいつも。ゾンビじゃないね。え、こっちもゾンビじゃない。ちょっと待って待って、俺たちも乗せろって。二人で逃げ出すなんてずるいぞって言ってるんでしょうね。いや、もう、あ、これだって、だってさ、これ明らか生存者だよね。こいつはゾンビ。え、そうなん？ゾンビだった？いや、もう背中に血ついちゃってる。ああ、わかりづらい。急いで行かないと飛行機取られてしまう。急げ急げ急げ。離陸しよう離陸しよう。おお、これはまずいな。オッケー。もう無理やり行くと仕方ない。助けには必ず送る、多分。よし、行こう。おー、浮いた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 。いや、今度こそ大丈夫でしょう。今度こそ行けるでしょうね。なんとか僕たちはこの飛行機を修理してやってきました。コメント見ると、あの、うん、ホーガース君のやつがいいって。あー、うわー、目が回る。目が回りやすいの？いや、でもどうだろう、実際はあまり回らないんだけど、なんかゲームで、ゲームだとすぐに目回るタイプ。あー、すごい、なんか下の方に。うわ、なんだこれ。なんだこれ、すごいな。ねえ、すごいことになってるね。なんかこれ、難民キャンプみたいな。いつの間にこんな街なんかあったんだ。よし、最後にもう一回見ていこう。警察署の物資投下していこう。もうすでに。もう持っていけないからね。そうだね。あんまり。いらない分投下して。あ、今撃ってのミサイルじゃないよ、これ。ミサイルではないぞ。あの、物資の印ですから。GPS みたいな感じかな。よし、これでだいぶ軽くなっただろう。さあ、これでリバティシティまで。リバティシティまで行きますか。結構長い旅になると思うけどね。そうだね、もう生存者には悪いことしちゃったね。飛行機の前に集まった生存者には。あ、でもこれ後ろさ、窓ついてるけど、二人乗りなのかな、やっぱり。あー、でもなんか座席がないというか、二人乗りなんかな。いや、多分燃料の問題でさ、たくさん乗せちゃうとさ、飛距離が、なくなっちゃうかも。リバティシティまで乗らない。うん、そう。リバティシティまでつけない可能性が高いので。
かさ、こういう小島にさ、人いそうだよね。ああ、確かに、いそうだね。結構安全そうだね。でも、なんか、ゾンビクロールしてくるんだよね。ああ、そうか。普通にクロールして泳いでくるから。よし、みんな着いたぞ、ついに。ついにロスサントスに。おー、すごい。ロスサントスじゃない、なんだっけ。リバティシティ。そう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 。リバティシティに着いた。すごい。ああ、ここまで長かった。めっちゃ長かった。すごい、数時間の。お、女神像もあるぞ。お、どれだどれだ、どっちだ。あ、あっち側か。左側かな。左側か。あるね、女神像あるね、ほんとに。すげえ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 。おー、ついに来た。誰だ、コメント欄でリバティシティ行けないとか言ったやつは。すごい、着いたよ。おー、懐かしい景色だ。自由の女神。GTA4 かな、確か。自由の女神、ついに会えた。見て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 。すごいな。そう、管制塔には一応連絡したんで、大丈夫だと思われる。おー。感無量。すごい。お、見えてきた、滑走路。見えてきたぞ。やったー。あー、長かったわ、ここまで。あの草、長かったな。マジで長かった。すげえ。本当にリバティシティに着いた。よし、ここに着陸しよう。来たぞ。イエーイ。着陸。おお。いや、待って、車、車。隣に車走りすぎでしょ。大丈夫なんかこれ。Welcome to Liberty City って書いてありましたね。おお。あ、ちゃんと飛行機とかも止まってて。おお、本当だ。すげえ、ついに来た。ついにリバティシティに来た。いや、マジで着いたぞ、本当に。イエーイ。ちょっと車がちょっと。え、車。空港で働いてる人かな、きっと。いや、多分みんな迎えに来てくれてるんだよ、あのゾンビシティから。ちょ、ぶつかってるぶつかってる。看板取れてるやん。イエーイ、帰ってきたぞ。ちょっと見てくれ、僕の姿を。多分新聞とかめっちゃ来る。あ、これ新聞社だろ、これ。新聞社、テレビも来るぞ。イエーイ。見てくれ、あの生還したぞ。イエーイ、生還したぜ。あの地獄から生還したヒーロー。うわ、みんな見に来てるわ。すごいすごいすごい。イエーイ。いや、きっと報道陣の方でしょうね。ね、これもイエーイ、生還したぜ。生還したぜ、ついに。ついに生還した。この飛行機で。いえ、もうちょっとだけ飛んでみよう。やっぱロスサントスと違って、うん、ビルが多いね。そうだね、もう断然ビル多いね。で、電車も走ってるんだよね。この隙間を縫う感じで電車が走ってて、いや、人口密度めっちゃ高いな。いや、でも至って平和だな、本当に。本当だね、これすごいな。今頃ロスサントス食料争いだからね。ロスサントスのあの生存者たちにどうなったんだろう。どうなったんだろうね。もう僕たちがもう一度行くことはできないからね。なんとか救助されてることを祈ろう。どうやら国連軍も動き出すことになったようです。すごい夜景がめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗なんだか、この夜景。ようやく日常に戻ってきたね、僕たちは。そう、そろそろ、うん、頻繁に食料集めとかそういう癖もね、そろそろ取れてきて。いや、めっちゃ綺麗、夜景すごいな。とこの通りとかさ、特に賑やかだし。わお、すごい。夜景がすごい、本当に。夜景すごい。めっちゃすごい、これ。めちゃめちゃ綺麗じゃん。本当綺麗。ついに僕たちのサバイバル生活も終わりを迎えました。ボロボロにゃ。迎えました。
よかったですね。なんとかここまで。いや、本来ならパート1でここに来るべきだったんだけどね。そうだね。でもなんか、リバティシティはゾンビ化してなくて本当に良かった。それだけは。ここもゾンビ化してたら本当にもう。うん、もう終わりだね。わーお。わー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 。これで突っ込んだらめっちゃむなしいっていう。うわー、うわー。オーマイ、これはガー。もうここはカットでいいっしょ。これはカットだ。これはテロになってしまうわ。